吉田ひかりです。私はダンスリーダーを務めさせていただきました。今回私のソロの振りにボイスパフォーマーの中村さと子さんが曲を作ってくださりました。初めてオリジナルの曲を作っていただき、貴重な機会をいただけたことが本当に嬉しく、本番も伸び伸びと踊ることができました。また佐々木ラブ平さんの OHP 投影はトンボ玉という作品をより幻想的な世界観に仕上げてくださり、シアター猫さんでお客様に直接作品を届けることができて幸せな気持ちでいっぱいです。片岡大輔です。僕は今回朗読のリーダーを務めさせていただきました。本番当日は緊張もやっぱりあったんですが、それ以上にこれから始まるっていうワクワク感がありました。もう始まる直前まで緊張しっぱなしで、大丈夫かな、ミスしないかなってずっと思ってたんですけど、いざ始まるとそんな緊張もどっか行って、自分なりにしっかりと朗読することができました。朗読ライブ自体は中村さと子さんの演奏や佐々木ラブ平さんの OHP 投影のおかげもあり、本当に幻想的で素晴らしいライブになったなと思っております。本番終わってからもすぐに友達からも連絡があって、その第一声で心が震えたって言われて、本当に朗読冥利につけると言いますか、すごい嬉しかったです。まあ、こうして貴重な機会をいただけて、本当に幸せな時間を過ごさせていただきました。鎌田武蔵です。僕はボーカルのリーダーを務めさせていただきました。本番前の心境としては、やはりすごい緊張したっていう感じですね。はい、なんなら3日前から緊張してたなっていう記憶があります。でも不思議なことに、リハーサルを終えていざ本番っていう時に緊張が吹っ飛んだんですよね。なんででしょうね。そのリハーサルをやっぱり終えたからっていうのもありますし、その本番前にみんなで頑張るぞっていうすごい士気を高め合ったから緊張が吹っ飛んだのかなって今は思います。本番後の心境としては、やはりその終わったって感じだったんですけど、その中にやはりその寂しい気持ちがありましたね。長い間やってきたトンボ玉だったので、これがいざ終わるってなると、あー寂しいなー、名残惜しいなーって気持ちになりました。